はい、こんにちは。ありがとう整体平野です。今回は、スマートフォンの使いすぎによる体調不良という、ケースで、お客様から、また声をいただいたんですけども、10日間一体何だったのかと思うぐらい体調の悪い、10日間でした、ということなんですが、まあ、彼女は、スマートフォンをやりすぎということが原因です。下を向いて、指を使って、まず、首がねじれたり体がねじれたり姿勢の問題、手の指先の、を使うことによって、腕が疲労し、首に影響する。そして、目の当然疲労、眼精疲労もあります。そこで、ねじれとかは、普通の整体とか、マッサージ等でね、取れるんでしょうが、この方は、その10日間の間にいろんな治療院に行って、施術を受けたんだけども、全然変わらないということで、当院にお見えになりました。当院では、そこプラス、見てみると、電磁波、携帯電話、ね、スマートフォンから受ける電磁波というものがの脊髄に、かなり影響していたの、いましたので、電磁波を抜くということを、プラスして、施術させていただきました。そして、彼女が帰った後に、2時間、3時間ぐらいしたからかな、電話がかかってきて、受けた時はあまり分からなかったんだけども、ご飯食べて2時間ぐらいしたら、その気持ち悪さ、めまいが突然ピタッて止まったということで、先生何なんですかねこれっていうふうにいう感じで、電話をいただいて、嬉しい、ね、報告を受けました。ですから、このスマートフォンというのはね、便利ですけども、ちょっと気をつけてもらいたいなっていうのは、本音です。そして、この今画面見ていただいている人たちに、一つ、夜寝るときにですね、スマートフォン、携帯電話を目覚まし代わりに使っている方がかなりおられると思うんですが、これは非常に問題があります。寝ている間に電磁波を頭の近くで受けてしまう。何年か後にもしかしたら脳腫瘍になる可能性だって捨てきれません。ですから目覚まし時計を買っていただいて、頭の上に置いていただいて、携帯電話、スマートフォンはできるだけ体から離したところに置いてもらうようにするといいかと思います。では。